ミュージックビデオ再開です。ほうほうほう、これ金村のミクだね。はい、金村です。ここでオードリーさんに問題です。問題出んの？はい。クイズあるの？何？ここから先に私が大好きなあざと可愛いシーンがあるので、うん、あのそのシーンだなって思ったら、うん、君しか勝たんと叫んでストップしていただいてもいいですか？急に仕切り出すじゃん金村。君しか勝たんって言わなきゃいけない。はい、お願いします。え、そんなの分かるかな？見てら分かる。はい、私かな。じゃあ、あの再生どうぞ。え、どういうこと？え、ここじゃないの？ちょっと押さないと終わらないですからね。押さないと終わらないですからね。もう過ぎてます。え、あ、過ぎてたの？どこも可愛いって思わなかったんです。この後かなと思ってて。どういう顔で見てたんですか？ちょっともう一回チャンス。ちょっともう一回見して。顔気をつけてください。顔いっぱいあります。はい、ちゃんと。ここここ。お、え、ここじゃないの？違いますよ。真剣に見てたの？真剣に。一回もあざと可愛いって思わなかった。もうじゃあ私が今度止めるので、うん、ちゃんと見ててください。ごめん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 、はい、ここだ。あ、可愛いけど、ここも可愛いけど、あ、ここも可愛いけど、ここです。ここだ。ここだ。ここここおばあちゃん。ここ私の推しポイントはこの、あのワナフィーさんとマナモのシーンなんですけど、これってずっと回転してるから、うん、ファンの方も回転しながら見なきゃいけないわけなんですよ。でその中でも普通に見てられるのがここなんですね。ここ一番ちゃんとやっぱこういうのを持ってるのって、あざと可愛いの神様が降りてきてる、うん、あの宮田とかがいるからこそだと思ってるんですね。なるほど。そうなんです。マナフィーはこれ正解なんですね。なんかちょっとね、これ止めどころせ、ストッピング違う意味のね、発言ストッピング可愛いじゃないですか。ねえ、俺もそう思うんだけど、コスゴはさ、いや、ごめん、ごめんなさいね。コスゴさん、これ以上マナフィーの夢を壊さないであげてください。天井を眺めてたシングルベッドで耳に落ちる涙の雫よ、その暑さを僕は